日本再生戦略に反映し日本再生戦略に反映映し日日本本再再生生戦戦略略ににも盛り込むとともに、日本再生戦略の中に、えー、存分に反映を野田総理がさまざまな会議で触れ、議論の成果を取り入れるとした日本再生戦略7月30日、今年8回目となる国家戦略会議でその戦略が取りまとめられました。タイトルは フロンティアを開き競争の国へ。国民みで共に作る国、競争の国をぜひ実現していくまいです。被災地の復興なくして日本の再生なし。福島の再生なくして日本の再生なし。これらを引き続き最優先課題として取り組むことはもちろん。 再生戦略では国内外で需要の増加が見込まれる分野での取り組みを4大プロジェクトとして提示革新的なエネルギー環境社会の実現を目指すグリーン2020年までの目標は50兆円以上の需要と140万人以上の雇用の創造世界最高水準の医療福祉の提供開発を目指すライフ 2020年までに50兆円の需要と284万人の雇用創造を目指します6次産業化が地域を支える農林漁業は市場規模10兆円が目標そして地域の核となる中小企業は海外売上率4.5%を目指すとともに開業率が廃業率を上回るよう取り組みを進めます この4分野は、今後3年を集中取り組み期間として、重点的かつ着実に実施をしていきます。省庁の枠を超えた大胆な予算の組み換えなど、政策分野、政策ごとにメリハリのついた配分を行ってまいります。また、4大プロジェクトに限らず、再生戦略には11の戦略と38の重点施策を明示しました。例えば 観光立国戦略として日本を訪れる外国人旅行客の増大や格安航空会社などの促進人材育成戦略では日本人学生の海外交流を推進するだけでなく質の高い外国人学生の戦略的獲得などそして記載された政策には来年度から2020年度までの具体的な工程表を作成し盛り込みました。 今回取りまとめられた日本再生戦略は翌三十一日工程表も含めて閣議決定これから行われる来年度の予算編成においても反映されいよいよ取り組みが始まります日本再生戦略を具体的に実行に移していくことを通じ日本が再び力強い成長実現できるよう政府として施策を総動員をさせていただきたいと思います 今回まとまった日本再生戦略の資料は国家戦略室のホームページからダウンロードご覧いただけます。